皆さんこんにちは、うりママです。とっても暑い日が続いておりますが、皆様元気でお過ごしでしょうか？車中泊行かれてますか？なんといっても夏の車中泊は暑い、とにかく暑い暑い暑い、もう暑い。入った瞬間もう締めてもう無理かなって思うぐらい暑い。この車内が果たして本当に冷たくなるのかっていうぐらい暑い。でもですね、うちは家庭用エアコンがあるので安心して真夏でも旅に出ることができます。夏の時期の車中泊はですね、こうキャンピングカーじゃなくても車中泊でも何でもなんですけど、やっぱこうね、冷房器具的なもの、こう送風機だったりとかこうね、なんかないとまあもうちょっと絶対にもう無理だなっていうぐらいの温度になってきます。クーラーを使うにも当たり前だけど電気が必要です。でもさ、旅に出てさ、絶対ここ電気あるとかそんなのないじゃん。そんなのないじゃん。ここ電気ないやんけど泊まりたいやんっていう時ありますよね。うちはサブバッテリー3つ積んでるんですが、正直言ってこの真夏エアコンをガンガンにかけて一晩持つけどバッテリーってね、うち鉛バッテリーなんですけど、こうバッテリーっていうのが 100% あったとしてね、それを全部使い切ることってできないんですよ。 100% あったら 100% 使えるんじゃないかって思うんですけど、私も思ってたんですけど、 50% とかを切ってきちゃうとこうバッテリーって傷んでくる、劣化してくるみたいなんですよ。だからなるべく使ったらこうちゃんと 100% に戻すっていうことをちゃんとやっていかないと、もうバッテリーがちょっと寿命が短くなっちゃうっていうことがあるみたいです。なるべくですね、こう 50% を切らさないように使っていくのが、こうバッテリーを長持ちさせるこう使い方らしいです。はい、鉛っていうのはね。それで考えると、この真夏にエアコンをガンガンつけて一晩寝て、絶対 50% 切ってます。絶対切ってると思う。長持ちさせたいじゃないですか。だしどこでも寝たいじゃないですか、夏でも。ってなるとやっぱりさ、いるんだよねってなってきちゃうんだよね。あれが普段サブバッテリーを積んでるキャンピングカーを持ってる私がどのように大容量のポタ電を使用するかっていうと、やっぱりね、こう冷房器具がメインになってくるんじゃないかなっていうところで、まあ私の使い方としたら、エアコンに直接挿しちゃう。で、もうエアコンをフルーティーで動かしちゃう。これはもうね、夏の使い方じゃないですか。もう一つだけね、こう一年中使える使い方があるんです。とっておきの。サブバッテリーを直接フルーティーで充電しちゃうっていう方法。前ね、フェス行った時にね、もうフェスってこうさ、電源取れないんですよね。まあ基本的に何百台も来るから。二日目電気がやばくって、50切ってたんですよ。うわ、これやばいなと思って、どうされてるんかなと思ってこう聞いたら、 YouTuber さんとかで聞いたら、やっぱみんな持ってるんですよね。これをつないでバッテリー劣化させないように2日目対応してるんですって言われてたんですよ。その時もう私もう目から鱗で、そんな使い方あったんやってマジでびっくりしたんですよ。それなと思って、そんなんできるって知らんかったから、仕方ないから電源サイト探すか、ちょっと遠いけどあっちまで走っていくかみたいな感じでいなきゃなっていうのはあったんですけど、それしなくていいんじゃんと思って。でさ、2日目さ、もう電源やばいなと思ったらさ、ポタ電に挿しとけばさ、もうそんなやり方早く教えてほしかった。それをしなきゃなと思って、このブルーティの AC200P を活用したいと思いました。だからね、キャンピングカー持ってるからいらないとかではなくて、本当に絶対1個あるといいです。絶対このブルーティーの AC200P でエアコンを稼働させてみたいと思います。よいしょ。これさ、女性は結構きつくないかな。もう結構重いよ本当。じゃあ今からね、エアコンを稼働させていきたいと思います。おお、液晶パネルでかっこいいね。ね、いろんなポートがこうあるんですが、私機械音痴なんですけど、直感的に見てもね、大体わかりますよね。なんかね、こうタッチパネルだし、いいね。じゃあ一回ちょっと挿して、こう電源をエアコンといきますよ。はい、挿した。挿して AC 出力オン。いったね。あ、簡単やん。で、エアコンをつけるよ。冷房ピついた。
すごいポーターね。エアコン動かせるなんてすごいわ。今ね454Wぐらい使ってるんかな。98に減りました、残量が。動きました。すごいよね、エアコン動かせる電源ってさ、すごいよね。これってさ、エアコン使いながら他のも使えるんかな。ポットとか今からねちょっとなんか作ろうかな。同時に使ってみよう、一回やってみよう。こっちから使っちゃおう。もうそろそろお昼時だからさ、一緒に使えるのかこっちから試してみます。もしかしたら使えない、まあ、これもねちょっと試してみます。適当にズボラ飯、パンを1枚敷いてチーズを乗せて、めっちゃ適当なさ、こういうさ適当なのが美味しくない？結局さ、入るか、試すよ。落ちやんかな。入った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 。おー、ちゅうことは同時に使えてるわ。同時に使えてる使えてる、こんだけ使ってるもん。1000超えてる、1000ワット超えてるわ。あ、すごー、めっちゃ助かる。コーヒー飲もうと思うんでこれもやっちゃってみます。いくでー。ほい、どうなるか。頑張れ頑張れ。すごいなぁ、エアコンも使ってケトルも沸かしてやるね。沸いた。じゃん、いい感じ。いただきます。あっく、はぁ、熱い。最高は硬いけど、修復や。ブルーティーさんの AC200 でですね、エアコンを稼働させながらホットサンドメーカーを使ったりですとか、お湯を沸かすこともできました。素晴らしい。いや、ほんと優れものじゃないですか。これはね、やっぱりね、1台持ってても損はないと思う。すっごい便利、もうめちゃくちゃ安心感があります。でね、もう一つね、タブバッテリーの劣化を防ぐためだったりとか、やっぱり2拍目に3拍目2拍目に備えてサブバッテリーをポタ電で充電したいっていうのもやっぱりあるんですね。なので AC200 を使ってうちのサブバッテリーを充電させてみようと思います。そしたらですね、サブバッテリーの充電をこちらに挿していきたいと思います。サブバッテリーの残量 65% になってます。このね、メインスイッチついてるの忘れちゃってて、だいぶ 50% ギリギリぐらいまで減っちゃってたんですけど、ちょっとアップさせたんですが、今ちょっと 65% まで下がった状態なので、ここからですねポタ電の方で充電させていきたいと思います。はい、こんな感じでですねサブバッテリーを充電しております。残り 54% でどこまでできるか。無事にサブバッテリーを充電できております。優れものだわ本当に。これ1台あればすごい安心感じゃないですか。サブバッテリーも充電できて、クーラーも動かせて、必要な家電ほぼ全て動かすことができる。ちゃ安心感ありますよね。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりポタ電ほんと便利ですね。私もまあ使ってこなかったので今まで、いや、こんなにすごいんだなってちょっとびっくりしました。正直何でもできるやんと思って。車中泊とかそういうのしない方でも、災害時だったりとか、まあ、アウトドアとかでも一つ持ってるとずっと使えるんじゃないかなと思いました。私もですね、これからはもうこれを積んでいろんなところに自由気ままな旅を続けたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。